アーセナル終了のお知らせウーデゴール代表で負傷。今夜のノルウェー戦で足首をひねったマルティンウーデゴールが負傷交代した。ライス、メリーの腕なしの脳論きつすぎだろ今起きたグーナーの皆さん絶望のアサヤンケ腕子怪我はほんまにやばいぞ。ウーデゴール、ライス、メリーの出れない中盤ってどういうこと おそらく今シーズンの中盤のスタメンとして想定してたライス、メリーの、ウーデゴール全員なしなのきつすぎる。どんくらいの怪我がわからんけど、自説脳論でライス、ウーデゴールいないアーセナルだいぶやばいんちゃうん。空中戦を除けばトロちゃんがワントップに必要なスキルすべて持ってる。問題は守備の要でもある中盤なんだよ。ハバーツ抜けたら今度はトップオランの草。 アーセナルのスカットバランス結構悪いのな。腕ごけがした今ハバーツの IH は絶対なので、ジェズスは絶対に復帰しろ。ハバーツ IH に下ろすとしてもう一枚はどうすんのまさかジンチェンコ中盤起用ティンバーでもできそうだけど、なおアーセナルの今後の日程はノーロン CL アタランタシティと地獄になっている。 冨安がピッチ上で大活躍する日が一日でも早く来ることを願ってる。ウーデゴール、カラフィオーリ、冨安、ライスなしでノーロンアウェイ勝つのは厳しいかもな。アーセナルとバルサはとことん代表運が悪い。アーセナルはカラフィオーリに続いてウーデゴールも怪しいのかノーロンアタランタシティのアウェイ3連戦も、えぐいなノーロン何も起きないはずがなく。